会場となった、セームギャラリー盗めるアート展は、アートディレクターの長谷川東夫氏が企画し2020年7月9日時にはに、東京、エバラのセームギャラリーで開いた展覧会。これは作品を展示したギャラリーを10日間、昼夜を通じ無防備な状態で開放し、来場者が気に入った作品をいつでも自由に、盗めるという実験的な企画だったが、 初日には話を聞きつけた約200人が会場前に詰めかけ、会場時間直前にギャラリーへ流れ込んで即座に11作品すべてを持ち去り、ほぼ一瞬で閉店した。美術作品とは美術館や画廊で遠巻きに鑑賞するものというのが世間一般の捉え方だが、長谷川はそうした作品と鑑賞者の間にある距離と様相を変容させる実験に以前から関心を寄せ、 2020年3月に、セームギャラリーが開業した際には、オープニングイベントとして来場者が思い思いに、自分の作品や所蔵品を持ち寄って、壁に飾る、ブリング・ o オン・アートというパーティーを開いていた。長谷川はそこから、さらに、美術作品との関わり方として、見る、買う以外の別な体験を提供できないかと考え、盗むという本企画を立ち上げるに至った。長谷川は、 会話泥棒のドキュメンタリーをお好み、また作品が盗まれることは、作者のステータスの証であり、ある意味で名誉だとすら考えていた。会場の政務ギャラリーの建物は道路に面して広く、間口を取れる構造になっており、長谷川はこの物件を見つけた時に、スタッフと野菜の無人販売のような営業ができるねと、話していた。また、武蔵野市にある24時間無人営業の古本屋、 ブックロードの営業形態も本企画のヒントとなった。展示会の告知用ポスターでは次のように趣旨が説明された。盗んで良いものとして作品が展示されるとき、アーティストはどのような作品を展示するのか、鑑賞者と作品の関係性はどうなるのか、芸術作品に常にまとわりつく、ギャラリーや美術館という守られた、 展示空間との既存の関係性が壊された空間で、現代における芸術作品のありさまを違った角度から捉え直す、機会となったら幸いです。開催前のインタビューで、長谷川は次のように語った。すなわち、美術作品はそれ自体は、実利的なものでなく受けての主観でいかようにも価値が決まるものであり、還元すれば価値の相対性を持つ。ゆえに、絵画泥棒は、 作品の価値を主体的に認めたからこそその作品を盗むのであり。それは日用品を盗むような植物的な窃盗行為とは次元が違う。本企画は盗むとアートの掛け合わせがちょうどいいバランスだからこそ成り立つ。長谷川は実績あるベテランから若手まで幅広く作品を盗まれても喜びそうな人に声をかけ、 企画の趣旨に賛同した現代アーティストとクリエイター11組が、それぞれ1作品ずつを出展した。作品は1点を除きすべて新作で、アーティストらはほぼ無償での提供を申し出た。出展者は以下の通り、村田実は作品、ゴッズマムビリー・ブイン・ユーを出展した。これは、作品タイトルを印字した偽のクレジットカード約150枚と、多数の財布。 インド通貨を取り混ぜ床にばらまいて構成した作品で、財布をすられるような生活に潜む、盗むをコンセプトにしている。村田は前年の10月からインドに住んでその宗教館に感化され、それがタイトルの神に現れている。偽クレジットカードに刻まれた作品タイトルからは、神と母の眼差しの下で、盗みの誘惑に抗えるかという願意が伺える。 鏡材大コレクションは作品アンタイトルドを出展した。これは一枚の紙切れにサインペンでギャラリーへ持ってくる途中に盗まれましたと手書きして壁に貼り付けただけの白物で盗まれるのは尺だから盗ませないようにするにはどうすればいいかを考えた結果だという中村ジョージは作品モナリザを盗んでみたい人のためのを出展した。これは モナリザを模したモノクロのシンプルなスケッチ画であり、来場者にあの名画を盗む体験を提案するものになっている。マージマヨーデンは作品セルフディビジョンを出展した。この布アートは境目にわざわざ切り取り線を入れ、真下の床にはハサミも用意し、複数の来場者が分け合える工夫をしている。ナオキ、サンド山本は作品ミッドナイトバンドリストを出展した。これは、 同じイラストの紙を、ひめくりカレンダー上に束ねたもので、皆で一枚ずつ破って持ち帰るか、一人で察しごと持ち帰るか、来場者に委ねる形になっている。平野雅子は作品、ナーセシーを出展した。この作品がメルカリに出品された際、平野は送料の自己負担や作品の実家への送付を条件に値下げ交渉を持ちかけたことを明かしている。 住宅街の路上に面した約40平方メートルのギャラリー内に11作品を展示し、2020年7月10日午前0時から10日間に、渡って24時間自由に出入りできるようにする。中継、録画用の監視カメラは設置するが、それ以外には、セキュリティのための辞任や設備は置かない。来場者は1団体につき1点だけ気に入った作品を無料。 無断で持ち帰ることができる。全作品が盗まれた時点で、会期内でも閉店とする。この展覧会は、本来2020年4月に開催する予定だったが、コロナ禍を受けて延期されていた。外出自粛が明けた6月に再告知を行ったところ、SNS を中心に大きな反響を呼び、どうやって盗むかの相談などで盛り上がりを見せるようになった。 長谷川も問い合わせの状況などから手応えを感じ、事前の取材では文化的なイベントへの欲求が高まっているようだ。1、2時間で全作品が盗み出されるのではないかと見通しを述べていた。いよいよ会期の初日、7月10日午前0時開始の泥棒タイムを前にして、9日午後6時から9時の間、作品のお披露目を兼ねたオープニングレセプションが会場で開かれ、歓喜や 入場制限などに気を配りながら関係者や子連れの家族などがこれから盗まれる作品を鑑賞し合った。会場の前には SNS などで話を聞きつけた泥棒がちらほら集まり始め、中には始発で帰るつもりで八王子市や三鷹市から遠路をやってきた者やレトロな和風の泥棒姿でコスプレを楽しむ者も,もいた。集まったのは 多くが20から30代の若者で会場を待ちながら談笑し合う様子は、レアアイテムの無料配布を皆で楽しみに待っているという、風情で混乱した様子はなかった。やがて会場時間が近づくにつれ、会場前の狭い路上に連なる群衆は200人ほどに膨れ上がった。近隣住民からの苦情で警察が出動し、午後11時30分、頃には、 大混雑の周辺道路を誘導等で交通整理するまでになった。会場は住宅街のただ中にあるため深夜の喧騒状態は避けなければならず、想定以上に人で溢れ返ってしまい危険にもなってきたため、長谷川はこれ以上人が集まる前にと会場時間を20分前倒しすることを決めた。午後十一時十五分頃、唐突にそれは始まった。会場の準備をしようと、 スタッフが電気に手を伸ばしたとき、来場者の一人がギャラリーに足を踏み入れた。その瞬間、約40平方メートルの会場にどっと人が詰めかけた。押し合いへし合い、盗んだ作品を頭上に掲げる者、胸に抱きしめて人波をじっと耐える者、なんとか作品を手にしようと人波をかき分ける者で、現場は溢れた。ギャラリーを揺らすようなどんどんという激しい物音が、 道路を挟んだ向かい側にも聞こえるほどだった。約1分間ですべての作品が持ち去られた。もっとも長谷川によると暴動という雰囲気ではなく、中にはルール通りじゃんけんで持ち主を決める来場者もいるなど、来場者同士が互いにいさかい合うような、険悪な空気ではなかった。多くは作品を奪われまいと走り去り、10分ほどして会場は閉められたが、午前0時を回っても混乱は、 続いていた。その後も混乱の中、落とし物が届けられたり、作品と間違えて持ち帰った備品の返却を申し出るものがいるなど、来場者には一定の節度が見られたという。閉店直後からフリマアプリ、メルカリやオークションサイト、ヤフオクで展示作品の出品が相次ぎ三3000円から10万円まで様々な値がついた。 展示品を語った願作も出品されたりしたが、展示作品は会場では値札がついていなかったにもかかわらず適正価格がついていった。日が明けてから、長谷川は会場や周辺が混乱を極めたことについて、本店は本来このような混乱を将来することを意図して企画したものではなく、恥ずかしながら当日の天末は予想できておりませんでしたと、公式サイト上で釈明。 謝罪した。SNS の利用者らからは、会場での騒動からその後のメルカリ出品祭りまで、含めて、もはや一つのアートパフォーマンスのようだという声や、オークションサイトの方が展示の、本会場だと揶揄する声が上がった。また、実際に、近所迷惑になっており、アートというよりは、モラルや礼儀に関する問題であると、開催当日の見通しの甘さを指摘する意見もあった。 ありがとうございます。